小串鉱山は群馬県と長野県の県境にある標高1823メートル、毛無峠の南東斜面に位置した硫黄鉱山でした。小串鉱山の始まりは明治以前と言われていますが、昭和4年に北海道硫黄株式会社が本格的に開山し、昭和46年に閉山するまで硫黄を採掘・精錬していました。露頭は大正5年に発見され、大日本硫黄株式会社高井鉱山として採掘が開始されました。高井鉱山は毛無峠の北側、長野県側に位置し、久和川源流付近、標高1700メートルほどの場所にありました。標高1600メートル付近には、最盛期2000人以上の人が住み、小中学校を備えるほどの鉱山町でした。現在では作道跡が残っていて、作道跡と星空や夜明けの写真を撮る人が多く訪れます。この作道跡は長野県側の高山村、千本松と久和にそれぞれ続いていました。鉱山を見下ろす毛無峠はその名前の通り木々がほとんどなくなっています。これは鉱山の精錬で使用するための木を伐採し続けたことと、肺炎に含まれる亜硫酸ガスの影響で木が枯れてしまったことによるものです。木が少ないこともあり、風が強く吹き、そして霧も発生しやすい場所です。またこの毛無峠は中央分水帯になっていて、峠の北側に降った雨は日本海側に、南側に降った雨は太平洋側に流れています。火山国である日本には古くから硫黄の産地が多く存在していました。北海道知床硫黄山、幌別鉱山、山形県蔵王硫黄鉱山、岩手県松尾鉱山、栃木県那須硫黄鉱山、神奈川県大涌谷、大分県久住鉱山、楠鉱山など。硫黄は火薬の原料となるほか、紙やゴムなどの製造、合成繊維、医薬品、農薬などの原料として使用されます。昭和12年11月11日15時30分ごろ、連日の雨のため地表から地下3メートルまでにある火山灰の層が放水状態になり、小串鉱山背面斜面で幅100メートル、長さ700メートルにわたり1秒間に10メートルの速さで泥流地滑りが発生。鉱山施設、社宅、小学校、文教場が埋没しました。また被災した家屋から出火し、精錬していた硫黄にも引火、大規模な火災も発生。居住区域が大きく被災したため、小学校の校庭で運動をしていた児童を含む18歳以下の犠牲者が89名、全体で245人が犠牲になり、負傷者32名、倒壊埋没家屋62個、焼失家屋38個の被害が出ました。周辺は硫黄に引火した青い炎が幾晩も燃え続けました。難を逃れた作業員が妻恋村役場まで3時間かけてたどり着き、災害を通報しました。小串鉱山は再起不能と言われましたが、その後の復旧は急ピッチで進められ、系列会社の幌別、神岡、三池、釜石の事業所をはじめ、付近の同業各社や近隣町村からも応援を得て、延べ6万3700人での作業が続けられました。被災からわずか4ヶ月後の昭和13年3月7日、小串鉱山は再び稼働を開始しました。戦後、年間最大生産量2万3000トン、正規従業員数は625名、小串小中学校生徒数は296名となり、ピークを迎え、硫黄鉱山では
岩手県の松尾鉱山に次ぐ規模を誇りました。しかし安い国外硫黄の輸入や石油精錬の過程でできる回収硫黄の出現で経営に暗雲が立ち込め始め、昭和46年6月、小串鉱山は閉山し、同時に全国の硫黄鉱山が姿を消しました。